東千田町の公園です。イチョウが黄色くなってるのかな。今日も暑くなりそうです。国体寺交差点、何が立つんでしょうね。8時です。国道2号線、昭和町バス停通過。コスモスが咲いてます。平野橋、京橋川の向こうに肘山橋が見えます。広島駅の方に黒いシティタワー、南区役所前です。太陽の方向、平松病院前、出塩町の交差点。高い建物ができています。右が大学病院の入り口。まだ木の葉が青いです。横断します。脇道から円光川に向かっています。段原南第4公園前。あ、横断できない。段原山崎交差点、振り返っています。もう橋が見えてます。あれは尾長山でしょう。また赤信号、何回も引っかかります。これは鳩でしょう。平和橋、ズームズームが見えます。朝の円光川、広島駅は見えませんね。球場前西交差点、南蟹屋町です。スタジアム、カープ頑張れ。コストコの近くです。新幹線通るかな。通りましたね。地下道に入ります。抜け出ました。近くに電車が停車しています。尾長公園です。猫がいました。獣一丁目交差点、バスがたくさん並んでます。興福寺交差点2つ撮影しました。現在大津1丁目、尾長西1丁目、瀬戸内高校前。山根町にいます。案内があります。ちょっと長山行きますか。ここが登山口。9時20分。ここは展望が素晴らしい。江家山。黄金山。広島駅の方です。一人すれ違いました。セミ鳴いてます。空気はさやかでも暑くなります。
尾根歩き、平和島見えます。広島駅の方です。今度はこっち、高間ヶ原、五差相山、左手前に高尾山、小鳥山や原山、白山、神奈川道路山、江下山、神奈川道路山、江下山、奥に灰ヶ峰、黄金山、新幹線通りました。肘山見えます。楽しい岩場、広島駅です。ズーム、福屋見えます。新幹線通ってますね。宮島、広島市役所、三宅山、奥に二の島、海が見えます。宇品島、江田島、あれは黄金山、スタジアム、遠江川の下流方向、大阪方向駅出ました。どこがよく見えるかな。部活の声がしました。コナーラ着きました。9時48分、尾長山山頂、日が当たってます。すでにカメラ熱い。山頂から双葉山が見えます。平和島、奥は高須台ですね。大茶臼山、丸山、春日野団地と檜山、ズーム、武田山、牛田の町です。元町公園工事してます。鈴ヶ峰も巡行、朝は西の景色いいですね。ゆっくり下ります。この山道展望いいですね。風があればいいんですがね。
また新幹線出ました。広島城天守閣、尾長山を振り返っています。野球の練習、ここで右下セミが鳴いてます。降りてきました。10時13分さあ移動します。シティタワーが見えています。広島駅の北側です。若草町、今日の広島駅、暑くなってきます。だいぶ変わりましたね。新幹線沿い、新幹線の音がしました。広島東警察署、双葉山、右手神社前です。鉄橋手前、常盤橋、京橋川と鉄橋、さっき通ったからな。通りましたね。宝生院です。新幹線の南側、佐久島小学校北、 RCC のそばです。今日の広島城、尾長山からも見えていた天守閣です。さあ移動しましょう。あらら、工事してたけどコートなくなりましたね。今は視界が良いです。市民病院前、立町の交差点、12時過ぎました。南大橋、魚いるかな、あそこにいます。ガッタンゴッタン、まだ空気が爽やか。どちらか元気です。